ホープウェルセンター、エントランスホープウェルセンターとは、香港の香港島北部、ワンチャイに位置する、ショッピングセンター、オフィス、レストランなどを備えた、複合施設である。ホープウェルセンターは、地上64階建て、高さ216メートルを持つ、円筒形の特徴ある外観を持った、超高層ビルである。豪和実業により建設、また豪和図実業の,業の経営者である。 当たたるるにににより設計されたワンチャイ地区の最も山側に位置し高校同等に面するビクトリア湾からは多少離れたところにあるが高台に立っていることもあって急流半島側からも望むことができる。香港島のスカイラインを形成する建物の一つである。建物は1980年に完成し、香港でも早期に建設された超高層建築の一つである。 香港で初めて高さ200メートルを超えたビルであり、1990年に中間で建設された高さ367メートルの中国銀行タワーが竣工するまで1980年代を通して香港で最も高いビルであった。高層部は主にテナントオフィスとして利用されているが、最上部には展望レストランがある。このレストランには専用のエレベーターで上がることができる。 また低層部にはショッピングセンターが併設され、スーパーマーケットやファミリーレストラン、スターバックスなどが入居している。夜間にはイルミネーションが点灯する。また屋上には円形のプールが設置されている。ホープウェルセンター隣の敷地には姉妹ビルで1991年に完成した地上38階建ての小田出し大化が建っている。 船街周辺で超高層のメガタワーホテルと呼ばれるホープウェルセンターの姉妹施設を豪華ずみなりが再開発で建設している。しかしこの計画では20世紀前半より続きかつての香港を忍ばせ文化的にも資料価値の高いイギリス統治時代のショップハウス型住宅を再開発しているためこれにことを唱えている住民や有識者も多い。周辺では抗議や 解雇活動が頻繁に行われている。ありがとうございます。